エデン症候群。ちくしょう。ちくしょう。あっただ。消える。俺の大事なもんは。あんなお兄ちゃん初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。ミリカ、ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね、その検査結果の改ざんを。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で私の治療だっていつまで続くかわからなくなったもん。だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。手伝って。まさかそれって、岸辺理恵を叩き潰すよ。様子はどう？ワーム、復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったみたいだね。今はバックグラウンドで調整が続いてるよ。千歳のマルウェアのおかげですぐ情報収集できたの。復旧作業に追われている今なら、アバロンサーバーのセキュリティも甘くなっているかも。すぐに侵入しよう。侵入してどうするの？決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す決定的な証拠を手に入れる。電脳犯罪捜査課サーバーでお兄ちゃんが消したデータ、神城の不正なやり取りの証拠をね。しちゃったんじゃ。岸辺みたいな出会いは、人を脅せるデータを絶対に手放すはずがない。きっとどこかにコピーを取って隠し持っているはずだよ。神城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥に CEO だけが入れる最高機密エリアがあるらしいの。通称秘密の部屋。そこになら仮に目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざらいネットにぶちまけてやれば、岸辺を追い落とすことはできる。岸辺の悪事が一つだけとは思えないもん。自分の悪事が自分の首を絞めることになるってわけ。こんなに怒ってるエリカ初めて見たよ。そうかもね。こんなに怒ったのきっと初めて。私変かな？あんまりふざけてるとまたメメたんだよ。冗談。もちろん私もお手伝い。
私のデジモンなんだから当然でしょ。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕はない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアなら、ここから侵入して。岸べり、今までやってきたことのつけは払ってもらう。落とし前をつけるってやつだね、アリカ。そういうこと。準備はいい？ハック開始だよ。
準備はいい？
さあ、行こう。you
さあ、行こう。ちょうどいいわ。
Bye.